はい、コメオです。ほら、ゆきとらです。今回、なんと、はい、コストコ爆買い企画、嬉しいイエス、まあ、食べながら。いや、マジ嬉しい。コストコも行く？いや、俺初めて行った今回だから。ほんとカメラ禁止なんだな。そう、それ知らなくて。だって、その前にさ、乾杯と行こうよ。これやばくね、サイズ感。アメリカンサイズだよ。乾杯。何これ、ちなみに。グレープフルーツ。明らかに体に悪そうだよ。じゃあいただきます。いただきます。これさ、いくらさ、ぶっかけようぜ。マジ、うん、ちょっと俺別で食いたいんだけど。無理、水無理だから。いや、醤油かけよう。せめてかかってるから。え、いくらって醤油かかってるんだ。そうだ、醤油か、醤油漬け。これは、あ、そういうこと。確かに、でも見栄えはいいな、これの方が。なんか大人になってこういうことができるって嬉しいな。うん、うまっ。うまい。うん、俺、子供の時の一つの夢で好きなもんばかりを食うっていう夢があったんだよ。で、俺の好きなもんしかないもん、これ以外。マカロン好きじゃないの？うん、マカロン好き。うん、このマカロンをさ、お土産で渡すやつ、何すか？これやばくない？なんかガーリックチャパティ。チャパティ、どこの料理？知らん。いいよ。いやー、モザイク、モザイク、今モザイクね。R18。 なんで R18 やん。これレンチンしようよ。レンチンしてきて。チャッパティみたいな頭しなくて。このポップコーンさ、コストコで結構有名な商品なのにさ、時間かかりすぎてなかった？時間めちゃくちゃかかる。このガーリックライフうまいね。うん、これコストコサイズだから、欠点を言うとレンチンができないの。うん、何分やったの？お弁当のやる使い方分かるか。は？大体何分？5分くらい。お腹いっぱい。早くね？なんかいろいろ時代が流れて、いろんなニュースが飛び交ってるけど、どうなん？その最近ニュース見る？あんま見ねえ。結構ツイッターとかでニュース見るんだけどさ、うん、大谷選手の報道見た？あんま詳しくないか。家にテレビないもん。水原さんっていう。水原聞こう。うん。水原キッポじゃない、水原さんっていう通訳ね。そいつが賭博をしたらしいんだよ、スポーツ賭博。うん、でそれでなんか何億円か大谷のお金を6億円ぐらいだっけ、それを溶かしたと。で借金があって、カリフォルニア州ではそのスポーツ賭博は禁止だと。大谷が結構信頼してたらしいんだよ、水原さんから。で俺、コメオってさ、結構さ、いろんな会社やってたりするよ。うん、そういうなんか信頼してた人から裏切られたみたいなことない？まあ、お金関係でも。金貸さねえからな。あ、そもそも、うん、金は貸さないで、あげた方がいいでしょ、本当に欲しいんだったら。じゃあ仮にね、600万円横領されてたらどうする？一番信頼してたやつがごめんって言って。訳を聞け。あ、訳によって許さない。何に使ったのって。賭博、うん、殺せない殺す、うん、俺ちなみに今これ会社やってるけど、自分の飲み代とか経費にしてないの。うん、なんでかって言ったら、みんなで頑張って稼いだお金じゃん。うん、それを600万円、訳があればまだ許せる。うん、上場酌量になっちゃう。ただまだ家よ、みたいな。賭博ね。賭博だったらボコボコにするけど。でも経費にしなきゃいけないのあるやん。しなきゃいけないなんて問題じゃない。それは単純に違うお金の使い方があるでしょ。事件の再投資もいいし。あ、なるほどね。だってさ、うん、ブレイキングなのさ、出た時のさ、スポンサーさんが5000万くらい。5000万が何？収入が。あ、その人は？俺だよ。あったんだ。うん、マジ、うん、あんな感じで5000万稼いでた、うん、その感じ出さなかったよ。うん、俺だったら次の日にボール見たり。なんか俺は事業に全部再投資した。うん、よくないの。うん、一番欲しいもんじゃあ何？車。車？アルファード。オールドベンツ。普通のもう個人用、うん、そう、普通になんか社内用かなと思ったし、全然自分個人的にし、そうやってみんなのお金や、違う使い方があるわけよ。だから俺給料今50万だ、店でもらってる給料。うん、あ、自分でそのコントロールできるんでしょ。会社の2、3ヶ月は俺20万だったよ。どうなるか分かんなかったからちょっと怖かったし、ね。で20万円で設定してた。うん、意外と派手じゃないよ俺。うん、うん、なんか金使うことするのないの。服だよ。服、うん、服ってでも高いよね。うん、
とかファッション系だよ。じゃあパン取ってくる。なんだっけ名前。チャパティ。チャパティ。なんかいいなこれ。このただ食ってるだけなのに仕事してるみたいな。普通の会社働いてたらこれできんかったな。こんな。まあじゃあシンプルにお金を貸さないっていう結論か。うん。あげる。あ、貸すぐらいってあげろと。うん。でもさ、そうやってお金に余裕が出てくるわけや、うん、ちょっとずつ。でそういう時さ、まあ、女の子と例えば飯行くとしたらね、うん、女の子におごるべきか、それとも割り勘の方がいいのかっていうの、どっち派、それ聞きたい。マジで思うのって別におごりゃいいじゃん、こんなケチくせえこと言ってない。ただ、うん、男側が求めてるのはちょっと私も払うよっていうスタンスなわけや。実際に払ってほしいとかじゃない、うん、スタンスが欲しいの。それはそっちの方がさ見え方綺麗、うん、いや言っちゃえば俺女子全員いやこれは男がおごるべきとか言ってねえで、その出すそぶりだけしとけば男満足すんだから、それやっとけよっていう。それってさ収入が同じでもそうするべき。関係も当たり前じゃん。あ、そう。逆に下回ってても関係ないでしょ、それプライドでしょ。あ、プライドだ、うん、男側が、うん、なんか男がおごるべきの論争に関して、うん、なんか否を唱えるのは、うん、なんかプライドないんかこいつって、男としての。なるほどね。いや逆にでもおごりたくない女いないの。おごりたくない女ってご飯行かないでしょ。ちょっとね、いわゆる男がさおごるときってちょっと下心あるときや、うん、でそれが絶対見込めないなってとき、うん、そんなつもりで来たんじゃないんだけど女いるやん、たまに。ダサくないそれ。かっこいい子なだからといっておごらないっていう、かっこよくあろうぜっていうだけ、シンプルに。あ、そういうこと、うん、対価が欲しいなっていう。なんでそれは単純にさ、自分の魅力がないからさ、そういうさ、対価を求め始めるわけ。俺をこんだけお金使ったんだからやらせるとか、お前ダセーからだよみたいな。あ、かっこよくないの。女もわざわざこんなこと言わなくてもみんな分かってることなんだから、いや、食事の時は男の人がおごるのがマナーですとかいちいち言わねえ女が可愛い女なんだよ。うん、言う女はどう思う。バカだなと思う。そんなもん言わずに、なんか出すそぶりだけしとけば好感度高いんだから、それをなんかしないで、いや、男がおごるべきでしょって言ってんだよ、バカが。食事以外もおごるべきだと思う。ね、車。車？ね、車おごるって。車欲しい。自分が買ってあげたいと思うんだったら買えればいいじゃん。おごるべきか否かと、未熟か貢がないかは話別よ。言ってみよう、やっぱり。それが結婚してもそうなの？関係ないでしょ。いや結婚したらさ、こう聞くやん、夫のお金も家族のお金っていう。みんなそれはそうでしょ。結婚仮にしたとしたらさ、じゃあ飯行ったとしておご、うん、る、うん、おごるんだ。そうでしょ。そこになんでおごらない発想が出てくるの。いや、おごらないわけでもないんだけど、俺ってどうするのかな。家族のお金で払うのかな。それでいいじゃん。結婚願望あるの、うん、そもそも普通子供欲しいじゃん。あ、そうなの。子供好きだから。なんか結婚っていうさ、想像できないよな、親が。お前も想像できないけど。いや俺もね。お前の子供とかなんかボコボコにしてやってよ俺。なんで生きそうじゃん、お前の子供。いやでもさ、多分結構面白い子に育つ。どちらかといえば明るいやつに育ってほしい。あ、暗いやつよりは。じゃあ子供がブレイキングダウン出たいって言ったんですよ。勝手に出るわ。あ、そこは僕に言うんだ。え、その子の人生だ。深いよ。深くねえ。逆になってほしくない職業ないの。なってほしくない。なってほしくないって言ったらちょっと語弊が出るけど、例えば格闘技とかって脳に支障が出る可能性があるよ。まあ言ったら何でもそうなんだけど、しかも娘が。娘格闘技、まあ、本気やりたいって言うんだったら応援するけど、うん、なんか俺ブレイキングダウンでちょっと有名になりそうか。ムカつくな感じだったら、キモお前死ね、お前死ねってなるよ。確かにな、俺が知ることってそういうことなのか。うまいかさ。うん、うまい。チャパティ。チャパティうまこれ。どこの料理。ああ、一応割烹やっててもさ、コンビニとかで弁当買うの。すみません、賄えるかな、うん、なんか料理人って聞くけどさ、家帰ったらあんま料理しないって聞くんだよ、ね、うん、仕事で料理やってるから家ではもうめんどくさいみたいな。それでもないってなるんだ、うん、じゃあ癒しが欲しいんだよ。おなかいっぱい、うん、結構やばい。割烹米よってさ、値段一人当たりどんぐらいの。朝揚げというけど比較的安い方じゃん。朝揚げは5,500円。有料コース18,000円。最近なんか卒業した日の高校生が一人でご飯食べに来た。めっちゃ可愛い。お前のあれだ、サイン忘れた子だ。あいつ、俺あいつ大好きなんだよな。こいつのファンでね、バイト代でこいつのファンクラブの会員払って、で交通費も自分で払ってね、うん、
でイベントとか来てカップも米用にも来るんだよ。で遊戯コース2万だよ。もうねそいつ可愛い。やばい厳しい。いやでも分かったけど全部は無理よ。どうなんかアドバイス。多分今卒業シーズンや。新年が一番大事だと思う。新年、うん、社会に出て何を成し遂げたいのっていう、その入った会社で部長になることでもいいよ。何を成し遂げたいのか、それ目標とか信念を本気で持った方がいい。じゃない限りずっと変わらない日常がずっと過ぎていくだけの、うん、現状維持は後退だから、うん、何もその今やってることに何も意味をなさなくなってしまう、うん、だから俺が言うのは信念を持って行動して、うん、大半はでもその会社に入れればゴールみたいな感じで、うん、そっからだけ社会、うん、でもやっぱみんなイメージと違って辞めること多いよ。そのさっきカッポーコメオの話したけど結構ドタキャンあるよね最近。やばいマジでなんとかしてほしいこのシステム。いやもうマジでドタキャンとかすんなよマジで。意味が分かんない。あのドタキャンしたやつコメント欄で何でしたか書いて。いやもうそれってだってドタキャンをさするってさ、うん、うちの店ママ予約埋まってるよ、うん、その日さ入れた他の人もいるかもしれない、うん、入りたくても入れなかった人でしょ。そういった人たちのことも無限にしてるし、うん、すごい食材もロスが生まれて本当にもったいないような状況が続いて、しかも立てられた売り上げが立たないわけだから、うん、無断キャンセルって何が一番立ち悪いって、もう来るか来ないか分かんないんだよ、うん、困るね。でそこの部分でだって2人来なかったらそれだけで4万赤字だから、ね、うん、4万赤字ってさ積み重なってさ1日2人がさずっと続いていったらさ、しかも連チャンが続いたりするときあるよ。どうなのそれ、どうやって改善すべきなの。これシステムの問題なのか今そのシステムの問題とかじゃないと思う。予約制をしたときにカード払いを事前に決済しておくとかあるじゃん、うん、方法としては。だからそれをしたら次は予約が埋まんなくなるわけよ。それはなんでの。だって自分でちょ事前決済めんどくさいなと思って、やっぱもうこの店やめようって思っちゃうかもしれないし、前払いしてまでも行きたいって思ってほしいよね。だからそういうお店にしていくために時間をかけて、これから本当に徐々にリピート率がすごい高くなっていって、うん、お店のほとんど来てる人たちはリピーターの人たちですってなったら、新規のお客さんがほとんどだからさ、ドタキャンセルのってなったら、もうそういう人たちになんか別に時間割かなくてよくなるわけよ、うん、ファストフード店じゃないからさ、一品一品さ結構手間がかかってるわけ。食材に対してもシェフに対しても失礼だよ。2024年大きい目標っていうか、あの2024年、カッポ米尾が、まあ、今のところこういう感じになってるよ。うちはさ結構あのお茶にすごいこだわってるのね、うちの店、うん、自分たちでお茶ブランドを作る。お茶ブランド、うん、うちの店ってあのお茶がすごいあの種類豊富で美味しいんですけど、うん、茶懐石っていうあの茶道から始まった懐石料理があって、そういったものを割とテーマにしてるから、うん、朝芸で行ったら大体あの最初に抹茶を立ててご提供したりとかもするのね、うん、そういったお茶を楽しんでもらったりもするわけで、茶道の中にホストとゲストのなんかもてなし方とかもあるわけ、うん、そういった形でお茶とかっていうわびさびのすごいテーマにもなっていて、そういった文化を大事にしたいなと思ってるから、うん、それ名前決まったの。雪月花。雪月花渋いな。緑茶、うん、全部紅茶も日本茶もよく楽しみだ。なんかこんだけお腹いっぱいになるってことは本当に幸せなことなんだけど、いやでも他の YouTuber はこれ食ったように見せるんだけど、正直今日は残します。また明日お腹すいたら食う。明日また食おう。明日食おう。明日食うから絶対。でコメント欄で食ってないだろうとかそういうのなしにしよう。本当に食ったから、写真も載っけるから。今日はこれぐらい食えましたと。お前今何キロだった。俺も83、4。83、4。飯田さんや、うん、やってこいよ。勝てるけど嘘嘘っす。勝てません。ツイッターやめてくださいどこだけ切り抜かれるか。そこだけ、ここだけ切り抜くよお前マジで。ってことでね、コストコ爆買い企画でした。爆買い企画。いくら分だっけ。2万。2万円分買ったらこれぐらいだいたい。まあそんな感じです。もうなんか企画っていう感じじゃない、もうラグ、もう普通にこれがライフスタイル。皆さんまた。じゃあね。じゃあね。